私は最近すごく健康に気を使ってるよ、悪いけど。いや、何よ、本当本当、梅干し食べてるの毎日。一日だいだい、それ前からそうだけど、でも最近は特にあの大きい梅干しを一粒必ず ね気使ってるよ。でもそれ食べ過ぎちゃいけないんじゃないの？もちろんいけないけどもね、塩分控えめだからね、いけないけども一日一粒は効くから。あ、そう、やった方がいいよ、みんなもね。へーって、私はね、私はね、野菜ジュースかな。野菜ジュース自分で作ってんの？いや、あの市販のされてるやつだけど、今はね、昔はでも作ってたよ。やめた方がいいと思うよ、あれ。まずいでしょ。だってまずい。私はセロリが好きなの。じゃあセロリ入ってるの？うん、セロリ入ってる。他は？他は？だからトマトジュースよりもあのセロリ臭いやつ。いやいや、トマトジュースの方がいいけど。何を言ってんの。トマトの他にいろいろ栄養があるの、あれは。ピーマンとか入ってんの？そう。最低。最低じゃないよ。みんなね、好き嫌いしてるとね、私みたいに大きくなれないよ。わあ、私はこれぐらいでいいもん。やだやだ。ゲーちゃんは？私はね、いいよ、スポーツクラブ行って。いいよね。何でもお金かけるじゃない。お金かけてスポーツクラブなんか行かなくたってね、自分で毎日ジョギングするの。違うの、リッチな休日を過ごさなきゃいけないのよ。スポーツクラブはいいんだよ、気分もリフレッシュできるし。そうだよ、言ってんの。私たまにね、たまにたまにね。お金かけてね、そんなスポーツクラブに行ったって自分のためにはならないのよ。そうなのね、あなたね、電車の中で一駅も二駅も歩きなさいよ。何言ってんの、ゴロゴロゴロ毎日してるとね。ナイスバディ、ナイスバディ、引きずって流そうと思ったけど、なんか言った？うわー、そうやって、あ私も一言言えないけど、振らないで。ちょっと鍛えた方がいいんじゃないの？ちょっと怖いね、筋肉。そうやって、じゃあスポーツクラブね、水泳とかやってんの。お金をかけてもしょうがないからさ。それよりも駅まで歩くとか、心の、心から綺麗にしてる。そんなことよりもね、もっといいことがあるんだから。あー、痛い。何やってるの？何を、何をやってるの？空手、何？空手じゃない。近くのね、なんか喧嘩みたいで。空手ですよ、今の時代は。こんなに力んで空手ですよ。朝起きて、朝起きて、朝起きて。